皆さんどうもこんにちは。最近食生活に気を使うようになったうぷ主のミーです。1日3食、お久しぶりです。ヨウムです。健康第一、マリサだぜ。ということで本日はバランスボールを使ったゲームで遊んでいきます。バランスボールって効果あるのか謎なあのボールですよね。使い方次第であるだろ。そうそう、場所を取って仕方ないあの邪魔なボールです。バランスボールに何の恨みがあるんだ。バランスボールの数値を大きくしていくことが目的なので、どんどん大きくさせていきましょう。お、巨大化している。でかくなっても効果は変わらない気がするがな。バランスボールにただ座ってるだけじゃなくて逆立ちくらいしないとね。それだけ体を鍛えるのは過酷ということです。この状態で階段を登るのも相当すごいぜ。こんな感じでボールを巨大化させていきましょう。ボールにはいろんな色がありますけど、これって関係あるんですか？あ、違う色に触っても吸収しなかったぜ。パズルと同じように、同じ色じゃないと吸収できないみたいだね。なるほど、手当たり次第ってわけにはいかないんですね。しかも障害物にぶつかるとマイナスになるから注意だよ。この手のゲームはステージによって記録が大きく変わってくるよな。ボールがたくさん落ちてるステージなら高得点が狙えそうです。目指せ、バランスボール1万点。1万点、でかくなりすぎてボールで画面が埋まりそうだぜ。いいねー、夢があるね、バランスボール。こんな危険な橋もバランスボールならこの通り。こうはならないだろ。どいてどいてー。お、ついにセンター行きましたね。一番上まではいくつ必要なんだ？どれどれ。8190に必要みたいです。どうやったらそんなでかい数値になるんだろうか。それなりに長い道じゃないとそこまで育たないよね。なんかバランスボールを育てるって変な感じですね。だんだんボールじゃなくてスライムか何かに見えてきそうだぜ。愛着湧いてきて名前とかつけて可愛がり始めたらもう末期ですよ。よしよし、マイケル、どんどん成長するんだよ。末期だぞ。ああ、やっちゃった。計算が合わなくてひどい結果だ。でもクリアはクリアなんですね。クリア条件は多分最後までたどり着くことだと思うんだよね。随分緩いんだな。緩いのっていいですよね。気を張らなくていいですし。気を抜きすぎてもダメということですね。まさか落下するとは思いませんでしたよ。道からそれないように気をつけて進もう。今度は成功だな。バランス感覚をないがしろにしてはいけませんね。おっと、またまた要注意。バーに当たるだけで減少するのは勘弁してもらいたいな。でも初の2000台、やったね。どんどん成長できるってわかるからいいですね。これで30キロは減ったでしょ。減りすぎだ。それではボヨンボヨンしていきましょう。バランスボールダイエットで成功した人ってこの世の中にいるんでしょうか？いるだろ。やっぱり置き場所に困るよねー。意外とバランスボールって大きいもんな。かといって空気を抜いてからしまうなんてことを繰り返すのも面倒ですし。結論、買わないことです。はっきり言いやがった。お、これはかなりの高得点が狙えそうですよ。さあ、最高得点だ。これで全クリってことでいいですか？よくないです。綺麗にここまで数を重ねられると気持ちいいね。これ以上はどうやっても大きくならないのか？あの階段が増えれば大きくなれると思うんですが、どうでしょうね。人間、目標を達成すると燃え尽き症候群になっちゃうよね。もう燃え尽きたの。うぷ主さんまだ燃え尽きるには早いですよ。このボールを破裂させましょう。とんでもねえ提案してきたぞ。ああ、針に刺さって数が合わなくなっちゃった。こうなったらもう暴走じゃ暴走。どんどん小さくしてやがる。どうだ、最低だぞ。どうなってんだこれ。見ての通り、盛大にバグりました。随分と長いステージですね。これ永遠に続くとかなったらどうすんだ。永遠に続いていたので一度ゲームを落としました。あのまま空を飛び続けても何もないですからね。階段の裏にはもう入りたくないぜ。今度は慎重に進んでいきましょう。よしよし、いいですよ。バグらなかったらこんな緊張感なかっただろうに。トレーニングを重ねれば飛べるようになるってことなのかもよ。どこの世界の話だよ。やりました、今回は最大数値に到達できましたね。これもこれでバランスボールっていうより鉄球に見えるけどな。あれ、全部溜まったのにアンロックされなかった。おかしいですね、解禁したはずなのに何も起こってない。あれかな、怪奇現象なのかな。なんか損した気分の怪奇現象だ。機嫌が悪いんですよ、さっきバグったの責めちゃったから。このゲーム生きてる？いや、やっぱり最初からになってる。原因不明だな。そもそもニューキャラクターなんていないんじゃないですか。そこから反抗期のゲームもあるということで。無理やり納得しやがったぜ。マリサさんなんて毎日が反抗期みたいなもんですからね。誰が反抗期だ。マリサも苦労してるんだよ。お前らのせいでな。
キャラが解放できないとなると高得点取る必要もないですよね。そうだねー、ダイヤの使い道がなくなるからね。とりあえずもう一回このゲージを貯めて、本当に解放されないかやってみようぜ。そうですね、もしかしたら次は解放されるかもしれませんし。よし、バウンドしまくってまたダイヤを稼ぐぞー。よし、これで解放されるでしょう。頼みますよ。今度こそ新キャラクターを拝みたいです。それじゃあ、解放。どうして解放してるのに。新キャラなんていなかったんですね。ダイヤだけ取られました。美味しいものを食べることってほんと幸せ。ストレス発散にもなるし最高。あら、誰かしら。はい、遊びに来たよ。お邪魔します。どうぞどうぞ。ちょっとあい。その姿。なになに。ダイエットよダイエット。今ならまだ間に合う。ダイエットってどうして。あんた自分の姿を鏡で見てみなさい。私こんなに太ってたんですか。一体どうしてこんなことに。食べるとストレス解消できてる気がしてちょっと食べ過ぎちゃったみたい。大丈夫、私がいいジム紹介してあげるから、そこに行けば必ず痩せるわ。本当ですか。今すぐ行きましょう。ちょっと霊夢、ここ本当にジム。もちろん、ここでビシバシ鍛えられるわよ。なんかキャンプ場みたいですね。屋外ジムだからね。一体どんなトレーニングをするんだろう。ちょっぴり楽しみ。お前、新人だな。ここはとある軍事施設内の訓練場だ。ここでビシバシトレーニングして、お前の理想とする体型を手に入れるんだ。ここってただのジムじゃなくて軍事施設内の訓練場なんですか。霊夢勝手にここを利用しちゃっても大丈夫なの。大丈夫大丈夫、知り合いがいるから。知り合い。こらー、そこ、たるんでいるぞ。もっと足を上げんか。マリサさん。どうしてこんなところに。マリサこそここで何してるの。ウプ主まで。愛のダイエット目的でここに連れてきたのよ。おいおい、それだったらここじゃなくて普通のジムの方がいいだろ。いやいや、すぐ結果にコミットさせるにはガチなところじゃないと。私、根性あるので大丈夫です。そうか。何か困ったことがあったらすぐに呼べよ。マリサはどうしてここにいるんだろう。そりゃ教官を任されているからよ。マリサさん教官をやっているんですか。確かにマリサに鍛えられたら屈強な兵士が出来上がりそう。噂によるとマリサが育て上げた兵士たちは素手で戦車を持ち上げられるんですって。化け物かな。人間兵器ですね。ひぃー、何この渡らせる気がない吊り橋。吊り橋を渡ることでバランス感覚が養われるのよ。なるほど、体幹を鍛えるんですね。私バランス感覚ないからこういうのすぐ落ちそう。落ちたらバラバラになるだけだから大丈夫よ。それ大丈夫じゃないよ。今度は落石。気をつけて。ああ、かすっただけなのに。ああ、危なかったです。いや復活できるんかい。ヘルメットなしでこれを避けるのはかなり危険ね。なんとか渡れたけど、私はやりたくないな。ここってゴールは存在するんですか。もちろん、ちゃんと最初にスタートした小屋に戻るようにできてるわ。へえ、ぐるーっと一周する感じになっているんだね。これはまっすぐ進んだらいいのかしら。そうね、まっすぐ進んで右から回ってくる感じだと思うわ。体は疲れているはずなのになんか気持ちが晴れ晴れとしているわ。食べることだけがストレス発散じゃないんだよ。そうね、体を動かすのも楽しくなってきたわ。気持ちが変わればあとは簡単。ゴールまでひたすら歩くだけよ。おい、お前たち大丈夫か。ここまでよく来れたな。愛は根性あるからねー。普通の訓練兵はここまでたどり着けずに大抵根をあげるぜ。そうなんですか。ああ、今登っている柵も怖くて登れないってやつが多いんだぜ。全く情けないやつが多いわねー。他の方がたくさんいる。ああ、ここは立ち止まったら死のタイヤだ。それなら立ち止まらずに進めば解決ですね。なんという身のこなし。さすがよ、ウプ主も見習ってほしいものだわ。アイさんどうしたらそんな身のこなしになれるんでしょうか。姉としてのプライドはねえのか。最後はこの道をダッシュよ。ラストスタート。すごい、小屋までちゃんと戻ってこれたよ。
おお、さっきの新人、よくここまで戻ってこれたな。素晴らしい。そして、なんか綺麗になったか。綺麗になった。マジかよ。私もここでトレーニングしよう。